これは。始まったのかな？こんばんは。こんばんは。始まったみたいだ。あはー。 なんかこれ、いつど、わかんないね。始まったようで、あとコメントをこう見ようとするとすごいアップになっちゃって、すみません。ありがとうございます。いや、もう本当にもう皆さんのおかげで、無事に今日、センスオブワンダーオンラインショップオープンしました。ありがとう。もうね、朝から感極まって、息苦しいよ。泣いちゃうよ、もう。これちょっと待ってね。これどう？こんばんは、こんばんは。ここかな？アリスを見つけた。アリスと、サガちゃんを。あと、私の声聞こえますか？携帯がね、壊れ。あ、来たー！ ヤッホー！ミクちゃん、ありがとう。届くの楽しみです。ありがとうございます。買ってくださってありがとうございます。そう、学生の時メザニューを見てました。学生の時だったんだね。もうお互い年取ったね、本当にね。 誰だか、もうどなただか、もうありがとうございます。みどりさん泣いてますね。そう、本当泣くよ。 ありがとうございます。ね、なんか朝起きたらさ、入って結構注文が入ってて、なんか注文が鳴りやまね。ちょっと改めまして、ピンクのお洋服がアリスです。アリスです。お世話になってます。何、今日ちょっとしっとり系でいくの？ え？っとり系な感じの。しっとりしてる？しっとりしてる。夜だからね。そうだ、私もしっとりしよう。ショートカットがさがちゃんでーす。やっほー。やっほーやっほー。そう、3人で始めたセンスオブワンダーで。ね、なんかね。その言葉にならないよ、本当に。奈 緒さん、しっとり。そう、しっとりといえば、鶏胸肉のしっとりとしたハムみたいなのを作って、すごい美味しかった。あ、食べたい。タンパク質をたくさん取ろうと思って、植物性、動物性、鶏ハムを食べ続けて。 しっとり。ちょっと薄いからね、最近ね。食べるの忘れちゃうんだよね、そうなんごです。飯ね。本屋さん、スタートおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。いやー、今日は、あれです。本を紹介したいなと思って、ちょっと、私、これぐらい離れたらいいのかな。よく見えるよ。さんは夜ご飯なんて言ってましたか？美味しいって食べてくれてます。パッと見ちゃった。低温調理ですか？そんなことないです。お鍋でね、ちょっと蒸す感じで 簡単に作れます。 いや、どういう形でやっていくのが、ね、私はこう高校を見せてたらいいかな。見えるかな、見えるかな。そう、今日はですね、7月オープンしたばっかりのセンスオブワンダーの、今は受注販売にさせてもらってるんですけど、7月1日から10日まで受注を受け付けてるので、その間に本とお茶とお好きなものを選んでもらう形で、その本について、文字ではセンスオブワンダーのオンラインのページに行ってもらうといろいろ書いてるんですけど、ね、ちょっと喋りたいね。喋りたいね。そう、夜配信にした。いやー、そう、返事ありがとうございます。
どういたしまして。花束ちょっと本を予約しました。ありがとうございます。この本をくださる方 の、 あのインスタの名前と本業、うんうん、が一致する方と、うん、この方きっと何かの時にメッセージをくださったりしてる 方だろうなって思いながら、うんうん、方かな、ありがとうございますって言いながら今日3人でひたすら作業をしておりました。花束茶とあいうえおの本を買いました。いいよね、あいうえおの本ね、もうめちゃめちゃ好きなんだよ、ありがとう。ちっちゃい子がいる人にぜひ勧めたい、あいうえおの本ね。これ多分この本を書かれてる、これ美穂さんってお二人いらっしゃって、西村さんと星さんだけど、この西村さん、この絵を描かれているイラストの本を担当した西村さん、多分見てくださってると思う。西村さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、なんだっけ、何話してたのかすぐ忘れちゃうからさ。あとごめんなさい、ほっとくと笑い声がうるさいっていう。じっとりしようと思う。そう、備考欄にさ、誰かなって分かる。ああ、西村さん。ありがとうございます。奈々ちゃんの音がなんか、あんまり聞かない？途切れ気味かも。途切れ気味？でも私もさ、途切れ気味じゃない？大丈夫かな？うん、大丈夫だよ。全然聞こえてる。あれかな、マイク、いつかやったのかな、この iPhone。え、私聞こえない？今聞こえる。今聞こえる。うん、なんか、あなたばちゃんの YouTube10 回ぐらい見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。保護者。保護者だ、ね。そっか。そうそう、さっきね、うんうん、聞こえづらい時に言ってたんだけど、備考欄にさ、一言メッセージ書いてもらえたらさ、あ、誰だってわかるよね。ぜひ、ぜひぜひ書いてください。ぜひお願いします。どうなの？迷う、なんか載せて、うんうん、どれがとか、これ、どんな時に会話する感じで、みんなの声聞こえるよ、ありがとう。ありがとうございます。そうなの。これを今回は保存をしようと思ってる、うんうん、動画の保存をしたいなと思ってるんだけど、保存をするとこのコメントのところは消えちゃうってことだよね、多分ね。映像だけが残るから、答えたいものとか、うん、話したいものは私たちが拾ってメッセージを言うね、うんうんうん、そうだね。絶対そんなこと知ってるよみたいな。消える。話すっていう。蔵書表も買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。蔵書ね、一つ一つ言葉考えて書いてくれるんだよね。男性かなとか女性かなとか、きっとやり取りをしていったら、なんか、なんていうの、お手紙交換じゃないけど、うんうん、そういう形に、ね、なるようなイメージもあってね、すごく、うんうん、なんだ、うんうん、届くのが楽しみです。ありがとうございます。もうね、正直 Amazon 様には負けるんですよ、うん、どう頑張っても本当に弱小本屋は、うん、本屋なんだね、すごいね、泣くね、またね、ナスが飛ぶからあれだけど、そのどうしてもなんか翌日発送っていうことも今、うん、在庫もなかなかないし難しくて、でもなんか本ってすぐに手元に欲しいものもあるんだけど、でも今まで出会ってなかった方にふとしたきっかけで出会って、あ、どんな本だろうなとか考えてる時間、届くまでの時間があって、ちょっとそれでもさらに結構お待たせはしちゃうんですけど、届くまでにどんなタイミングで、自分の毎日の中のどんなタイミングであれが届くんだろうってちょっと思ったり、うん、それが来た時の感じとかも、うん、ちょっと想像してもらったりしながら、
届いた時のその、まあ、コンディションって言ったらあれだけど、その自分自身のこともきっとこれから思い出になるんじゃないかな。そうだ、このそりゃもういい日だったよは、あそうだ、みどりさんがなんか本屋さん始めるって言って、よし買おうって思って買ったんだ。それで、あの時の私は何歳で、あそうか、子供がこの時この年齢で、あこういうことを考えてたなとか、そういうことがその本の記憶というか、そういうところに乗って、きっとまた10年後とか20年後に見た時に、うん、残っていくのかな、思いを醸すという、うん、本当そう、発酵食品じゃないけど、うん、醸していく、うん、ですごい人生で素敵なことだと思うから、うん、醸す本屋さんっていいねいいねそうで、本を買っても私結構すぐ読まない、うんうん、その本を入れてニヤニヤ見る、なんかチラチラ見るみたいな、 あるぞみたいな、まだ読んでないぜみたいな感じで、あのチラ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 見て、その本がそこにただあるということを最大限慈しむみたいな、うん、話してるねなんか そういうこれって本当に本はあのやっぱり結構いい値段がするものだけど、うん、本当にそう自分の人生のなんか記憶を込めていくと、本当にスノードームみたいに、この本を開いたらこれを思い出すとか、うん、この本の時にはああこんなことがあったとか、うん、なんかそういう特別な一冊に出会えてもらえたら嬉しいし、そうなれたら嬉しい。みどりさんの本屋さんの場所はどこ？まだね、今あの店舗はないんですよ。店舗はなくて、あのオンラインで始まりました。なので、あのなんだ、トップページのプロフィールリンクのところから、うん、ムースオブワンダーショップっていうところを見てみてください。あ、ネジさん。ネジさん、その一番乗り、うん、ネジさん、一番最初の、あの、購入してくださった方でした。ありがとうございます。京都とおすすめのラーメン。おすすめのラーメン。ゴーリキおすすめですよ。ゴーリキ、うん、本の話じゃない食べ物の話もしたいんだけどね、それはまた今度かな、うん、そうで、今日はあのできれば45分でも15分過ぎちゃったよちょっと待って、うるさい。45分あの動画にしたいと思ってたんだけど、すぐにあの調子に乗って話し始め、眠いとか言いながら話し始めて皆さんあの明日もいろいろ平日で早いと思いますので、10時前には終了します、ね、そうだから、はい、みんなタイムキーパーよろしくお願いします、うん、これここで見てるとさ、時計置いとかなかったから全然わからなくて、15分ぐらいは経ったよね。もう今ね15分だよだよね、はい、わかりましたじゃあここから11冊紹介していこう。まずはいきなりもう行っていいかな、いきなり行くな、うん、こんなずっと前、今月の本です。これもうね、何も言えねえって感じ。もう本当にね、本当にただただ、うん、お守りだね。うん、にとってもお守りみたいにずっとあったし、そういつ買ったんだろうと思って見てて、そうそう2011年に出てるんだよな。でそこから12年ぐらいに買ったんだな、うん、まあね、あの写真もものすごく綺麗で、一つ眺めてるだけでもね、うん、あーって思うんだけど、その1ページにだいたい一つのメッセージが載ってて、そのメッセージの芯の強さがすごく好きで、うん、でも
優しいんだよね。すごく優しく、よくしなやかな意識のあり方、うん、こういう風な人になりたいなっていうことを本当に憧れながらずっと自分っていうものを作る中でなんか助けられて支えられてきた言葉たちなんだな。そう、これさがちゃんはリプラスで初めて読んでくれたんだよね。そうなの、もうあの森の中でこれ初めて読んで、なんかでもすっごい癒された。なんかね、1ページごとに誰かの顔が浮かぶの。そうだね。そう、洋平さん、写真家の野寺さん、お友達でもよろしくお伝えください。もう本当に激励して歩いてる。かなり進めてる本だけど。これを最初に読んでた頃は、私まだフジテレビにいて、それで18階にね、ちっちゃいあの売店と本屋さんがあるのね。うんうん、なんかアナウンス室の結構そろ仲間たちが揃ってる中で揃ってて収録、アナウンサーの番組だったのかな、なんか収録して、でそれでその本屋さん収録終わってなんかそこに寄ったらちょうど本屋さんにこれがあったんだよね。へえ、ちょっともうこれ本当にいいからって言って5人ぐらいで、あそうだ、その時なんかみんなサンタクロースの格好をしてサンタクロースの格好をした女子アナウンサーたちがこうなんかみんな独身でなんか一生懸命見るみたいな、どんな言葉が、なるほど、難しいねこれって、とかやりながら本当見てた若い頃の思い出から、うん、今読むとなんか変わった？でもね、ずっとね変わらない、やっぱそうだよな、うん、それが、より確信になってるって感じかな。だからなんかここは分からなかったけどこれは分かるなとか、ここはもうちょっと私には違うなっていうことがあんまりない作品。面白い。すごく短い言葉もあったけど、ちょっとずつ章が分かれていて、結婚してからのところもあるし、その前一人で生きていく中での心の取り扱い、へこんだ時とか、出会う前に付き合う相手、愛の取り扱い、二人幸せっていう感じで一つ一つ項目になっていて、今パッと開いた時、回り道をたくさんしなさい、あなたが尊敬する素敵な人は何かを簡単にやり遂げたわけじゃないでしょ、こうなんだろう、その日にパッと開いてそこの部分を見るっていう使い方ですね。そう、 Who you are だけ、 What you have は全然当てにならない、本当そうだなって思うし、今でもやっぱり思うし、とってもこれ以上はあれね、飲んじゃった飲んじゃったね、ちょっとだけ紹介させてもらいました。本当に素敵な本です。ですね、これがいつかこれでオンラインで女子会したいねって言ってるんだよね。真剣にね、なんか本当に本音で真剣にただただ話したいよね。そう、いつもむさ苦しいぐらい本気で真剣でうるさいんだけどねねえアリス、でもいいよね、なんか、別にさ、それ以上にもさ慣れないしさ、ただただ今の自分でみんながいて、なんかその中で出会って知り合って、こうハマったりハマなかったり、もうそれは本当だからそういうもんだし、でもあ、なんだか
こうつながれていいなっていうことが、こうやってさ、今見てくれてたりしながら買いますね。なんかそう買ってほしいわけじゃないんだよ。そうこの、うん、もう本屋さんってね、本当に本当になんかやめよう。やめよう。なんですか。あ、題名が見づらくて。題名見づらい。ごめんね。これ結婚のずっと前です。あ、そう反転しちゃうのか。そうだ。そうだね。あの、ぜひサイトを覗いて。そうだ。サイトを覗いてください。表紙を覚えてサイトを覗いてもらおう。この本単品だともしかしたら赤字かもっていう話だったね。そう。いいですね。それぐらい、あの、販売もオンラインにすると、オンラインの手数料。うんが入ってきたりとかして、うん、その本にかる、うん、なんだろう、そのな、ね、あの取り次ぎさんを通してってやつすると、うんうん、ね、まあ、あれがあれだ。でも、うん、そう、今日は、あれじゃなかった、うん、なんか、あのできるだけ、もう本当みんなに、どうやったら手に取ってもらいやすいかなっていうので、うんうん、なんか猫ポスっていう箱にどういう組み合わせだったらできるだけ送料を抑えて送り上げられるだろう作業みたいな。永遠に箱にミルちゃんの愛見つめる。だってそうできるならば宅急便にならない猫ポスの状態で、うん、あこの本いいなっていうものを買ってもらえたらすごくなんか買ってもらえたらでもないんだよな、買ってもらうんだけど手に取ってもらえたら買えますもう出てこないそうなんか家のその家にはきっと皆さん自分の好きなものとか大切なものとかがたくさんあってその中の本当に仲間にしてもらう、うんうん、いるならあのもしかしたらまた誰かのところに行くかもしれないけれども、うん、その人とあのそばにいながら時々チラッチラってあの、うん、見てまた何かちょっと入るものがあったりするような本たちになってもらったらいいなっていうこうもう超絶おすすめの本しか、うんうん、バイブルにします、ありがとうございます、ね、いやもうね本当にバイブル仲間になるバイブルの話しようぜこれでもさ男の人が読んでなんかどう思うんだろうとかっていうのも面白いよね、うんうんうん、確かに、ね、うちのさサイトはさあれなのなんかその本についてのレビューとかはつけられない今つけられないかな、うんうん、またそういうのも、うん、いずれ、ね、ただいま21時23分タイムキーパーがいるよちょっと今月の一冊でしたそう私すごく眠かったんだけどどうせ始まったらスイッチ入るんだよって言われて、そうだ。花束茶を飲もうと思ったんですけど、うん、あまりに眠いから花束茶を飲んだらリラックスして寝てしまうんじゃないかと思って、今日は珍しくミルクティーを飲んでおります。本の紹介がとっても分かりやすいです。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。全然分かりやすくはないんですけど、あのそのものへの、うん、なんだろう、そのものから感じる感覚重視でいきます。あらすじとか全然紹介しないからね。よろしく。うん、よろしく。よろしく。はい、次の本はこちらです。これはもういい日だったよ。お酒は飲まないんですか？めちゃめちゃ飲みますよ。この本はもう抱きしめて寝たいぐらいに大好きで、抱きしめて寝てるのかもしれないな。なんかもう本当にずっと大切にしている絵本です。うん、で朗読会でも野良猫のね朗読会にいっちゃんとやって、うん、
一番最初にこれを読みたいなと思って読んだ本なんですけど、来良寺さん本当にいろいろたくさん素敵な本出されてる絵本作家さんだけど、本当にね、あら、そうだね、新井良寺さんの中のベストかな。であとね、僕のキュートなっていうのもすごく好きで、いつかそれも出したいんだけど、これはちょっとだけあらすじを話すと、話さないことになるね、あのぬいぐるみのクマこのぬいぐるみのクマが主人公で、本当にいろんなことをポジティブっていうのとはちょっと違うんだよね。そのものの受け取り方っていうのがすごく素直でまっすぐなクマくんで、何かをしてもらった時、そのドーナツ屋さんのお姉さんがこれちょっとサービスでくれたよとか、もうそりゃもう、はあ、嬉しかったよとか、その大人になって些細なことでもたくさんある幸せを流しがちな部分をすごく思い出させてくれるっていう、本当にそんな感じの本でさ、毎日の中のちっちゃなことにそりゃもういい日だったよとつぶやいてっていうのがこの、あの、うん、最初のところにあるんですけど、本物のクマくんにお手紙をもらって、そのクマくんに会いに来てくださいって言われて山の中に会いに行く過程で、いろいろな人に出会っていろいろなことがあって、そこでのクマくんの受け取り方が、あの、書かれてるんだけど、ね、これもバイブルだね。バイブルオブザ絵本だね。もうね、よ、そうだね。これ、こういう、これは、シェアで話し合うっていうよりも、またいつかどこかで読みたいなって、うん、って、いつかどこかできっと、あの、機会があったら読ませてもらいたいなっていう、うん、いいです。すごく好きだから、特にこの7月のおすすめはトップバッターだし、何を、うん、一番最初に私が多分もうこの先もずっと好きなものから出していこうと思って、こちらもうね、絶対後悔させない自信がある、うん、で後悔した場合、あの、全額保証しますみたいな言ってるのがあるごめんなさい、あの、弱小すぎる本屋で全然できないんですけど、そんな気持ちです。それぐらいおすすめのです。面白い。分かるかな。です。ね、朗読会したいね。とまた、またすると思うんです。じゃあ次は。ちょっと待ってね、この2冊は、お茶と一緒にセットの販売を、あ、6歳の娘のために買いました、ありがとうございます。ぜひ読んでもらいたい。そう、うちも娘がお姉が好きなんだけどね、なんかその大人が口であれこれ言うよりも、本当に絵本を通して、なんだろう、生きやすい考え方を伝えられる、そういう意味でもね、大人が自分で買うっていうことや、その大人にギフトするのもおすすめなんだけど、うん、小さい子に読んであげるっていうのはね、すごい財産になるんじゃないかなって思ってます。孫に読み聞かせしたいです。あ、もう最高じゃないですか。うん、その動画を撮ってください。もう本当にありがとうございます。でこの2冊は、11冊選書した中で今月の1冊っていうことで選んでるので、うん、これはお茶とセットで販売するのね。でちょっとこれはまた改めてなんだけど、こっちは、うん、
白の花束ちゃです。で、こっち赤の花束ちゃ。で、これとどっちか選んでもらって、こういう感じでセットになったり、2冊とセットになるっていうセットがあります。これは。でも他の本とお茶っていう感じで自分で組み合わせてもらうのもできます。で、箱。あ、うん、箱あるよ。ラバン。箱入って。ネコポスさんです。ネコポス、この戦争ブワンダー。ボックスに入れてお届けします。もうできるだけもうこれで冷たいんですけど、なかなか入る冊数が決まってたりして、この組み合わせにこれはプラスで入りますかっていうのがもし分かんない、うん、悩むかっていう方がいたら気軽に問い合わせてもらったら大丈夫ですし、ちょっと私たちの方でもこのセット売りにこの本はいけるよとか、そういうのね今アリス、うんうん、写真撮ってサガちゃんがそれをレースの方にあげてくれてるから、それも見てみてください。こんな感じでね、入って、もうめちゃめちゃ思いを込めて全部手作業で、うん、しております。そう、ちょっと時間かかるけど待っててください。はーい、2冊しか紹介してないね。30分、OK。じゃあさっきちょっと出たこんな顔してあいうえお、こちらいいよね。これは今、うん、うちだとボンバーが、3歳のボンバーが一番気に入ってて、2歳の時からねすごい好きで、ちょっともうみんなよく使っててこんな感じになってきてるんだけど、それもまた絵本はねいいよね。あから最後の和をんまで一つずつページが2ページで、あもうまた開いたら見開きでいいっていう形で、一つ一つの言葉があって、いちごがいっぱいいいねって言ったらこの顔がいいってついてるのね。だからそういう感じで、うん、その文字を覚えなさいじゃなくて、うん、この形の図はこれいいなんだみたいな、でいいの時はいいでこの顔一緒にしようみたいな感じで、うんうん、使える、ね、すごいすごい、これもうちっちゃいみんなの創造性とそのクリエイティブを刺激しながら一緒に楽しめる、学べるっていう学びの豊かさがすごく可愛く詰まってる魔法の本だと思っているので、これおすすめ、うんね、西村さん見てくれてたからかわいいんだよ絵が、うんうん、本当にかわいくて、思いがこもっていて届くのが楽しみで仕方ないです。4歳の娘とたくさん読みます、ありがとうございます。もうすぐ生まれてくる姪のために買いました、ありがとうございます。あ、なんかいいねこれ、うん、いいね、めいっこちゃんが生まれて本を読むそのタイムラインに立って想像するとまたちょっといい、うんうん、西村さんだ、その良さがある。あ、西村さんのインスタ、いろんな子もいらっしゃる、めちゃめちゃ可愛いから見てみてください、うん、飛行機のマーク、そう、本の楽しみ方、そうなんだよね、今買っといて読まなくても子供が大きくなってちょうど年頃、この本に対するその子にとってのベストなタイミングが来るのって今じゃないかもしれないけど、うん、必ず来るから、うん、その時に開くってとタイムマシンだと思うんだよね、私すごい、うん、すごいだし、すごい、うん、その時のことも一緒に思い出したり、その時と今をまた一緒に並べて思ったりする時間っていいね、思うので、そう、絵本や本もそういう風に今読まなくても全然いいから積んどく、飾っとくみたいな感じで楽しんでほしいです、
じゃあ絵本つながりで、土曜日の朝ごはん、これは難しくないですか？この本はね、そう妹の名前が書いてあるから、本当私が子供の時に大好きだったシリーズで、いろんなシリーズが、このシリーズでいろいろなタイトルがあるんですけど、この朝ごはんは何がいいって、始まりのね、この見せられないのが残念なんですけど、始まったところの森の朝、早起き一番はおじいさんっていう、そのシーンのね、光の入り方がもう超絶神がかって夏の朝なんですよ。このこっち側からこう朝の光が入ってきて、こうもう絶対聞いたことのある鳥の鳴き声がしたり、森の中にいる夏の朝、八ヶ岳とか軽井沢とか、関東の人だとこちらとどこだろうね、なんかもう、山の入り、もし経験で行ったことがあったら、すごくそういうシーンを思い出すし、なんかね、この気配が好きなんだよね。ストーリーもちろん好きだし、子供たちは子供たちで、この一個一個のシーン その14匹の行動とか、咲いてる花とか実とか、そういうものを一つ一つ見れながら、本当1000円じゃ本当収まらないぐらいの、なんかここにはいろいろな情報と経験が入ってるなと思う、好きな方なんだけど、なんか大人になってみると、なんかいろいろなこの世界観の自然の中の体感も、やっぱりみんなそれぞれ多分自分たち持ってるからこそ、そこにも戻っていけたり、自分の中のスペシャルな場所にすぐにつながることができるっていうか、森の中がすごく好きで、自然の中がやっぱり本当に好きだなって思うから、そういう意味でも瞬間的に帰れる本、そして夏の朝の、今日も始まるぞみたいな、今日もちょっと楽しい一日が始まるぞっていう、なんかこう無性にワクワクする感覚がね、済ませてるの。だからそういう気持ちで読んでみてほしい、そう、もう持ってる方もいるかなって思うから、その目線でちょっと読んでみてほしい一冊です。40分できてる40分です、ね。はい、そんな本です。声聞こえるかな、しつこい、聞こえてる。じゃあ次はアリス、空想教室です。夏休みといえば、植松さんって、あの下町ロケットのモデルになられた、下町ロケットって植松さんだよね。私下町ロケットを見たいと言われてる、ね、民間でロケットを打ち上げるっていうことをされている会社の方なんだけど、どうせ無理をなくしたいっていうことと、思うはマックっていうことをすごく言ってらっしゃる方で、いいよね。これアリスに去年の夏貸して、これ貸してもらったから今がある気がしてる。面白いね。上松さん、もう上松さん。です。素敵だよね。ケットで応援されてる動画から私は入ってる。こっちで知ってケットを、そういう動画でも見ることができるし、すごく読みやすい本。大人が読むのにもすごくおすすめだし、中学生ぐらいの、中学生高校生ぐらいの子に、私はちょっと
あげたいなって、うん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 、うわ動画見たってそうあリコ、うん、リコちゃんありがとう、 そう、うん、ねえいつか上松さんと話したいんだ本当にね、うんうんうん、ではあの寺小屋今月の寺小屋本として紹介してます、うん、いろいろねそのジャンルを考えてて、うんうん、○○本って形でこれは今月の寺小屋本学ぶってめちゃめちゃ楽しいことだよね、うんうん、そう学びの楽しさあのお勉強にならない学びって、うんうん、もう永遠のテーマなんだよね、うん、なんだけどそれを考えることがすごく好きだから、うんうん、教育ママとかそういうのはちょっと、まあ、分かんない違うかもしれないけど、うん、なんかいいよね学び、うん、一生学びだぜみたいな気持ちで、うんうん、なんかそうだねお母さんがなんか学びたな学びたくなるなん子供にこう、うん、本当に学校のお勉強とかをいっぱい頑張ってもらおうとかそういうのじゃなくてなんか自分がこう学びたくなるお母さんが自分のこれからのことを考えたくなったりとかなんかそういうきっかけになる、うんうん、読んでほしい な、 子供を介して、うん、感じてまたこのやっぱり自分自身がどうそこで思ったりどういうふうに変わるかっていうところが、うん、なんか大切だし、うん、そういうののときっかけをくれる、うんうんうんね、おすすめです。おすすめです。夏休みになるからこれっていうのもあるよね。うん、夏休みになるからっていうさ、この辺は本当に夏休みになるからこれ、うんうん、夏本当子供も大人もあの長い間向き合うだけいいんじゃないかなっていう一冊、うんうん。夏休みになるから。旅今なかなか旅は難しく行くことが叶わないことも多いけれども本で旅しようっていう冊これ好きだな旅本もねすごくあの旅本自体ガイドブックも行かなくても買うんだけど、うん、旅本の中でもとてもヒットした一冊なのでご紹介します。ビートエイズモデルさんなんだよね。モデルさんがいろいろと世界各地を子供と一緒に行くっていう目線でお子さんと旅をする中の写真とかそこでの家族の感覚、うん、その言葉とかも合わせつつあの安全にその子供とここで何を体感したいか何を学び感じたいかっていうようなことにすごく焦点を当てながら書いている、うんうん、写真も多いしにっこり、うん、見てるだけでなんかいいよね、うん、パワーももらえるしあ次旅をするならあなるほどこういうテーマで旅をしてみたいなとか、うんうん、で国内の旅もいくつか書いてあるしこれだったらもしかしたら近いうちに行けるかもしれないなっていうイメージがまたできて楽しくなる本です。おすすめです。本日の旅本です。よし、夏休みでこれもこれ夏休みだけじゃなくてもいつでもおすすめなんだけど、うん、こちらだけは文庫サイズになります。大人小学生増田美里さん、美里さんの本好きなんだけど、これはね、なんかもうこれ手にこれもお守りかな、お守り多いな。これもなんかそう枕元に置いてちょっとずつ読んでほしい作品。私はこう一番最初に書いてある友達からの手紙っていう項目と、これ
2人は友達のカエルくんとガマくんのお話、表紙を見たことある方が多いと思うんだけど、うん、その本についてのエッセイと漫画、うん、2ページの漫画っていうで進んでいくんだよね。申し訳にくいが、そろそろ45分終わってほしくないので、ここからはアディショナルタイムでちょっと延長すいません。みんな、あの明日も早い方はどんどん落ちて後で見てください。好きな時に良きタイミングでね漫画が入ってて、本当にこのミリさんのみずみずしい、すごくいろんなものを繊細に受け取る感性と、漫画のもういいんだよね、なんとも言えない表現、うん、そう、でもそういつもさ、なんか分かりやすい顔してるだけじゃないじゃない、うん、でそのなんとも言えない感情となんとも言えない表情の描き方が本当にこの方は上手で、うん、もう人じゃないんじゃないかって思うぐらい、なんか違うか、人のエキスパートなのかな、うーん、部分を決して言葉で端的に表すわけじゃないんだけれども、絶対に読んでてハッと言葉以上の何かが入ってくるんだよね、この方、これを味わってほしい、うん、本です。これはそのミリさんが小学生だった時の自分の感覚とかと、今の自分がその時を思い出してどう声をかけるかなとか、この時こうだったなってことを、うん、振り返ったりするから、なんかこの夏ってさ、子供がいるいない、そういうことじゃなく、なんとなく自分の中で夏休みの期間、夏休みだったなとか、8月31日は宿題に追われて、明日から始業式か、子供の世界はとか、やっぱりすごく思い出すことが他の季節と比べて多い気がするから、そういう時にちょっと大人の自分と子供時代の自分を思い出す交差点になる、うん、なんじゃないかなと思って今選んでおります、うんうん、寝る前とか、なんだろう、私はね、うち縁側ないんだけど、イメージするならこう縁側で蚊取り線香を焚いて、ちょっとこうすだれとかがあって、そこでスイカを横に置きながらゴロゴロして読みたい、でスイカをしてる派ね、はいおすすめです、はい、初めてインスタライブ見させていただいてます、ありがとうございます、楽しい、読みます、ありがとうございます、ほぼインスタライブ初めてなんです、なので、ナイス、みどりさん、6歳が読んでも楽しめますかって、6歳が読んでも楽しめますかは、この本かな、多分大人小学生じゃないかな、大人小学生はね、エッセイの部分はしっかりとエッセイなんですよ、うんうん、漫画の部分は漫画なんだけど、振り仮名は振ってないから、うん、でも年齢に区切るのは私もあんまり好きではないし、人によってそのね、対象年齢というか、うんうん、あるから、例えばちょっとこのページとかこの本良さそうだなっていう本の紹介、絵本の紹介にエッセイがなってるから、うん、そのページを一緒にちょっと読んでみてあげて、うん、反応を見る、でこのエッセイがもしふーんっていう感じで大人っぽいなってなっても、じゃあここに出てるこの小さいももちゃん一緒に読んでみようかとか、うんうん、そんな感じで飛び石のように次の興味に進む気がするから、でもこうパッとこのページ違う声なんかこうパン絵の絵の言葉みたいなところもあるから、そういうところを、うん、なんか
読むっていうのもいいかも、うん、大人は嘘つかない？つくね。特に恋をすると多かれ少なかれとか、その大人と子供喋ってるみたいな、うん、なるほど、そうあるから、ブラジャーってどんな感じ？肩凝るけど走るとき便利だよみたいな確かに肩凝んないそう、そういう感じで、あのいろいろな楽しみ方があるので、自分も楽しめるし、うん、ヨガさんも一緒に楽しんでみて、うん、あーすごい、全部買いたいと思っちゃった、全部読んでみてね、あのいろいろちょっとずつ読んでみてください読んで、ね、じゃあ次は暑かったら脱げばいい、吉武慎介さんです。もう売れに売れている吉武さんなんですけれど、やっぱりいいんだよね、うん、うん、いい、好きですね。でこの本は、うん、すごいやっぱりいろいろなものの考え方について、うん、考えるオタクみたいな感じだから、うん、うん、なんていうんだろうね、なんか好きなんだよね、あの、うん、哲学とか、うん、感じることとか考えることがずっとちっちゃい時から好きなんだけど、これは煮詰まった時、暑かったら脱げばいい、まあ確かにそうでも、うん、って暑い暑いって思いながら脱ぐっていう選択肢が浮かばない時って案外あるよ、うんうん、脱がないでおいてやりたいっすっていうのもあるし、脱ぐっていうことすらも忘れちゃってるぐらいがあるし、なんかそういう、え、だったらこうしたらっていう、さっきの上松さんもそうだけど、うんうん、ちょっとこの自分の、もうね、私37だけど、37年生きてきた中で、やっぱりあの外そうと思ってもできてしまったこう枠とか、うん、考え方とか、そういうところを、あ、だめだった。ちょっと、うん、もう、そうじゃんって、うん、楽にしてくれる、解けてくれるっていう、すっごい本当にライトに、でもちょっとパパッと時々見てはもう絵も可愛いし、うん、言葉もくすっとし、そうだよねって、これこれそれこそ大人も6歳の子でも楽しい本だと思う、誰も分かってくれなかったらしばらくしまっておけばいい、これ本当そうじゃない、うん、この時だったら分かってもらおうとして苦しくなってもさ、案外もう時代とかさ、その流れとかでさ、うん、何がだって変わるからさ、そうだな、でも分かってほしいなとかなって、なんで分かってくれないんだろうあの人ってなって、なんかちょっと自分が面白くない感じになるよりはちょっと置いといてっていうような感じの、うんうん、ライトに、あ、なるほどなっていう、うん、ひらめきの箱、うん、一冊です今何分かな、54分、皆さんありがとうございますお付き合いあ、暑さは猫パスに収まります、うん、猫ポスに収まります、あのあれだね、あの組み合わせると、え扉が開いたゆういち、ゆういちがスーッとスーッと現れた痛いのかいよそ、予想がないそう、あのセットフルセットとかと一緒に入れるのが難しくなっちゃうんだよね、何冊か買うのは何回かに分けて、猫コス2つにしてもらったりすると結構入るよね、うん、そう、あのフルセット全部セットはどうしてもあれでほとんどがいっぱいになっちゃって、うん、
それプラス大人小学生だけ行けたんだっけ？は行けた。うん。あの花束茶が赤か白かによってもちょっと違う。そうなの。ね、うん、ちょっと暑いんだよね。夏目がもこっとされて、ちょっと暑みが。で白の方を選んでくださった場合は薄いかな、ちょっと本と一緒にこう重ねてもう一冊ここに入るみたいな感じ。うんうん。なる。っていうのを今日ねずっとやってらっしゃる。もうなんか本屋さんなのかもわからん、わからん。あの猫ポス宅急便っていうのも作ってるんですけど、うん、猫ポス1個の方が送料が安くなるから、うん、なるべくできる限りいい形で手元に届けたいなと思うから、あのもし迷ったらあのメールください。お問い合わせフォームかな、うん、そう、うん、サイトからお問い合わせお願いします。でそれを私たちが入れてみて、うん、実験して結果お伝えします。結構実験したけどね今日ね。そうした、うん、もうなんか全部のパターンやるといくつだよっていうぐらいやった、ね、そうどこまでやったらいいんだろうみたいな言いながら私が決めるみたいな。もうなんかありがたいね。もう3人で作業してても常に爆笑の常に爆笑の中やってるし、それもありがたいし、本を販売したいなって思ってこう販売して、なんかそれを受け取ってくださる方がいるって、こんな幸せはないよね。もう本当に、うん、兄ちゃんいつも元気をありがとう、ありがとう、ありがとう。暑かったら脱げばいいでした。みんなのお寿司、これ絵本最後です。これもね子供たちにねめちゃめちゃ人気、2歳からも人気だね、うん、すごいすごいすごく面白い。腹ペコメガネさんっていう新しい、作家さんなんですけど、絵もね、ちょっとリアルな形でお寿司屋さんの話なんですけれど、その握ってるお寿司を見ても、あ、なんかちょっとお寿司食べたいなって大人だったら、思うし、こうページをね、この難しいな、本のいつものページを開いて右側のページさらに開いたら誰が食べてるかが出てくるっていうような、うん、面白い竹本仕掛けではないけれども、このもうワンアクションがある、うん、すごく面白くて、このなんていうかちょっとカウンターになってるのよ。カウンターで寿司を食べている。でそれが誰かなっていう。で最後のシーンがちょっと、どういうことそれって。読んだ？読んでみて。最後のシーンが、それって怖い話みたいなところがあるから、あの逆に年齢が上がる、うんうんうん、ちょっとお兄さんお姉さん、その兄弟がいて下の子が、あの下で娘が興奮しながら読んでました、ね、ですよね。うちもちょっとお兄さんお姉さん小学生の子がいても、ママこれって最後これってさ、これね、っていう展開についての話ができるような本です。面白いね。じゃああと2冊、うん、入る？入る？静かにしてる。え、2冊終わってから入ろうと思ってるの。もうでもね、最後、あの、もう最後なんだ。時間をしてる。どっちから行く？森の京都から行きますか。森の先生。うん。
森の京都、これはディスカバージャパンから出てるんですけれども、この我らがサガちゃんが作った雑誌です。イエーイ、まあ、作ったというか取材コーディネートだね。ちゃんと編集部はいて、あのライターさんもカメラマンっていうか写真家さんもいるんだけど、この森の京都の取材を全部立ち会ってコーディネートをしました。森の京都素敵ですね。ほんと素敵なんですよ。え、みんな行ったことあるかな。どこどこ森の京都、ね、あ、そうだね、森の京都、森行ったことある人、森の方、森の方、深山とか京丹波で例えば松茸を食べるとか、うん、福知山とか綾部とか。見てもダメなんですか、これページ見せてダメですか、やっぱりダメですか。これね、でも公式でオフィシャルで頭の何十ページか見せてるから、20ページはね確か見せたの。オッケー、だからね、頭の方はいいと思いますよ。ババン、足湯の森。もうすごいね、これだって この木を見て森はどこだって、もうイントロクイズじゃん、すごいね、うんうん、そうなんだよ、安全性ほんとすごいんだよ。いいね、都のすぐ近くにある癒しと創造の空間ね。今は鮎がいいよ、森の京都は。うーん、美味しいね。冬、あ、冬、京都の冬、雪深いこの深山です、これは深山のタルタです。サガちゃんと一回仕事でさ、深山に行ったんだよね。そう、本当良かったよ、サガちゃんコーディネートで行く深山ねえ。京都ってすごく大きい、広いから、うん、行ったことないところ、うん、私も、うんうん、森大好きだけど、たくさんあるし、うん、季節もね、また違うし、うん、あそこ、あそこ行ってみたい。あの、サガちゃんおすすめのすごい滝。深山。深山の滝、不動の滝はみんな絶対知らないと思う。だからいつかさ、本当いろんなことが落ち着いたら、なんかツアーじゃないけど京都を一緒に巡るとかできたらいいよね。はいね、ここに行こうとかさ。そうね、滝で朗読したいんだよね。滝で朗読したいの。そう、それ夢なんです。滝の音がうるさすぎて聞こえないっていやでもね、そんなことないよ、ドドドっていう滝じゃないから。うーん、水の音と一緒に朗読をするっていいよね、うんうん、こういう動画もね、ちょっと近いうちに作りたいなと思います。まあ、京都8年目かな。そうか、もうそんなになるのか。だけど京都に恋をし続けていて、京都が本当に好きになって大好きで、もう、うん、ここが今でも毎日、ま、うん、地方の山を見ては、はあ、幸せだなって思って生きているので、うん、この森の京都、写真も綺麗だし、あの本自体が大きいからすごくあのバンと、うん、視界に大きく見られる、その世界に入りやすいと思うし、で読み物としてもとにかく内容が詰まっているから、編集としての味わい方もあるし、うん、読み物として少しずつちょっと、ね、横に花束鉢を置いて本当にゆっくり飲みながら四季折々の京都を見るっていうのも、うん、いい。宮沢正明さんっていう写真家さんの全部撮り下ろしで、そうなんだ。このページすごいよ。森の京都のパワーツリー、天井の木10銭、うんうん、木を愛している女としてはちょっとこれ私のキーフレンドもいるかな。いいね、このページ。ちょっとあのチラッチラッご神木クラスの
ツリーさんたちが出ております。面白いね、いろいろな楽しみ方。あ、そう、この本はもうほとんど本屋さんには置いてないので、うん、センスオブワンダーだから買えるかもしれない紙の本です、うん、ぜひぜひぜひそれにまた京都ですか、また行きたくなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それはそうだね、センスオブワンダー限定ではないけれども、うん、なかなか今発刊のものではないから数は少なくなって2017年か、そう、もし買いたい方がいたら、ぜひこれに携わってここに本当にエネルギーを注いできたサガちゃんがもう自家発送しますので直輸入みたいなもんだよね。でもね、もう多分ここから私もたくさんは仕入れられないから、もうちょっと皆さんにお分けできる分だけみたいな感じかな、うんうんうん、そうだね、だから数に限りはありますが、まあ、今夏にぜひ旅行の代わりに読んでみるっていうのもおすすめです、うん、そう、京都住みですが読みたい、そうなの、うん、京都住んでても知らない京都だらけだからね、おすすめです。うーん、あー、最後の一冊来ましたよ。こちらはこれもブログで紹介したことがあるんですけど、日曜日はプーレロティ、うん、旅の本に入れてもいいんだけど、今月の食の本として選びました。これはフランスの食文化とフランスに生きる人たちの暮らしぶりがすごく垣間見える一冊なんですけど、いいんだよね、本当にね、いや、いいんだよ、うん、レモンスカッシュか、あ、違う、レモンスカッシュだ、花束茶の赤を花束茶の赤を濃く入れて、それに炭酸をね足して、蜂蜜とにがりをしと塩を入れるっていうハイビスカッシュっていうのを考案したんだけどね、ちょっと名前ダサいでしょそうね、ハイビスカッシュを飲みながらちょっとシュワッとしたものと一緒に、午前中の、夏の午前中のこっちから来る日差しでもいいし、夕暮れ日が沈んでいくときに、うん、そういう飲み物とか白ワインとかそういうのと一緒、なかなか、あ、大丈夫かな、あと 20% になりました、動いてますか、私、うん、動いてますおすすめの、これを読むことでその時間をちょっと一つの旅というかトリップにしてほしい、できる、そんな力のある本です、写真はそんなになくて文字が多いんだけど、その文字を読みながら、私もフランスはそんなに本当に行ったこと何回かしかないし、パリしか行ったことなくて、田舎の暮らしを全然知らないんだけれども、読むことですっごく体感できる疑似体験が、あたかもなんか自分がホームステイして体感できる、もうそう、本当にね、エッセイの楽しみ方のいい部分がすごく詰まってるというか、エッセイで旅をするっていうののね、この代表的な本に、できるんじゃないかっていうぐらいの好きな一冊なんですけど、日曜日はプーレロティで、これもね話に出てきて、この鶏の丸焼きみたいなのね、プーレロティって言うんだって。で、日曜日はフランスの人たちは基本もうお休みにするのが当たり前で、ニューヨークにいる人、フランス人のこの作者さんのお友達、ニューヨークに行ったらもうニューヨークはいつも動いてる、日本もそうだけどさ、いつも動いてる街で、そのフランスが恋しい、フランスは日曜日はみんなが休んでて、お店も休んでるからすっごくホッとするし、日曜日になったら
夢を見る日だっていうふうにね、言うんだって。その日曜日は家族とご飯を食べたり、そのこれからどうしたいかなとか、ただただその余白の時間を味わうっていうことをするっていう文化というか生き方をしていて、なんかね、街の中でお店のショーウィンドウやってなかったりするけど、ショーウィンドウに人だかりができてたら、そこは不動産屋さんかパティスリーだって。甘いもの売ってるから食後に食べようって言って、みんなが並んでて買う。でも不動産屋さんに人が集まるってどういうこと、ね、って思ったら、うん、そこで、あ、こういう、そうか、こういう家に引っ越した場合はとか、あ、こんな家いいなとか、そうか、次住むならこういうところがいいなとか、お、妄想するんだってみんな。へで、日曜日は夢を見る日、うん、でその日曜日にフランスの人たちがよく食べるのが、ランチはこのプーレロティっていうのがフランス人のお決まり定番のもので、これはもう一個買ったら、あのもう洗い物もないし他のものを作らなくていい、横にあるじゃがいもがあって、この鶏をみんなでシェアして家族で囲んで、どんなデザートを買って食べたらもうそれを買ってる、お母さんも一緒に休める、家族みんなで休むっていうのが、うん、のあり方なんだよみたいな、うん、そんな感じのことを一つ一つあのエッセイで書いてくれていて、なるほどなっていう、全然しか、うん、なんか世界観もあるし、料理についてもねすごく参考になることが多い、食、うん、文化の豊かさを感じられる、食と旅もう融合コンボのスーパーエッセイです。うん、うん、これは今月の食の本としてお届けします。素敵、ありがとう。はい、いや、紹介しましたね。なぜなぜ11冊予約してくださった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなお付き合いありがとうございます。バランパン。